はいどうもこんにちは、エスターです。はい、突然ですけどプロ野球選手ってね、いろんな武器がありますよね。ミート力すごい選手だったり、パワーがねすごい選手だったりっていうのがあるんですけど、シンプル強いね武器がこちらです。はい、走力ですね。これはもう一目で分かりますね。もう走ってるだけで分かるんで、もうシンプルに強いですし、チームの機動力を一気に上げることができるんで、もうシンプルにね強い能力です。でね、これを極めた選手、これがね福岡ソフトバンクホークスの周東選手です。メイン適性がセカンドで、盗塁のね特殊能力を持ってて、もうとりあえず速いんですよ。ということでね、今回はこのね侍ジャパンにも選ばれたね周東選手を使ってリアタイをしていきたいと思うんですけど、盗塁を刺されたらね即終了です。でもね刺されるわけないじゃないですか、この能力で。周東選手が盗塁刺されるわけないですよね。で、これちなみに学校の理科の先生の真似です。ということでね、刺されるわけない周東選手を使っていきたいと思います。いきましょう。はい、ということでね、1試合目やっていきたいと思います。まさかの最新石川さんでめっちゃ削られてるけど、出よう。はもうゴミすぎます。はい、ということでね、なんとしてでも回したい。あと1点負けてるんで、さすがに追いつきたい。オッケー。正隆マジ強い、安定の強さ。そばにね、リアタイがマジで4日ぶりぐらいで、全然ちょっとね感覚が戻ってないんですけど、オッケー。失投は、えっマジでやばい。ちょっとね最近リアタイしてなさすぎてちょっとやばいんですけど、ちょっとね撮影外でもしっかりやっていこうと思います。ナイス、オッケー。超える。よし、あと2人かな。あと2人なら全然ある。8番。はあ、もうケツ穴しねえよ。もうここはね、はい、もうちょっとノリさんにねしっかり決めてもらいたいと思います。おし、オッケー。これで回った。ただ能力がちょっとかなりグロいことになってるけど、気にせずやっていこう。オッケー。おーし、ただちょっとここでね、プロブレムが発生しまして、こいつ邪魔、ほんまに邪魔やって。走塁で見せるか。ちょっと長打打ってホームに帰ってきてもらおう。ちょっとノリさんの三投はね成功するわけがないから。もう、はい、ということでやっていきたいと思います。とりあえず出よう。もうとりあえず出ないきょ、出ないきょってなんだ。出ないと話になんないんで、もう死んでも、いや死にたくはないや。とりあえずできるだけ出ます。バカのせいで音声聞いてました。とりあえず短打狙い。オッケー。ダイソー中東行きます。タイム。ファーストランナー外崎に変わりまして、タイム。プレイ。さあ頼むぞ。はい、ということで、ね、もうこれ最後の試合なんで、もうちょっとね、もうここでしっかり打ってね、走塁決めていきたいと思います。とりあえず単打でいい、単打で。ツーベースはちょっとめんどくさいんで。はい、オッケー。一塁で止まれ。オッケー。もうこれでね、ダイソー出しましょう。さあ、いけ。いやー、でもな、ちょっと初球はなんか相手が警戒してきそうなんで、ちょっと一球見ましょう。ね、だから警戒してくるんですよね。で、キャッチャーも甲斐選手なんですけども、ここで行きましょう。グッドスタート。うわ。おし、ラッキー、超ラッキー。ちょっと待って、ここは、もうしっかり打っていこう。はい、強い。
さあちょっとね、あの周東選手でちょっと三投できるかちょっとやってみましょう。大城とりあえず、まあ、キャッチャーね坂倉選手なんでちょっとねワンチャンあるかもしれない。ストライク、オッケー。まあね、二投は当然だけど三投もしっかり。オーグレート、おカーブ、いける、ストライク、うわ惜しい。ベース打ったんでまたね三投を狙っていきたいと思います。いや次こそはいけるでしょこれ。スライダー投げてくれ。あ、やばい、これはまずい。あーあ、待って、でもワンチャンホームスチールいけんじゃん。ワンチャンホームスチールいけるべ、これ。これいけるんじゃない？おい、無理だな。ちょ、もうラストの挑戦マジで。とりあえず2投は絶対成功させて。オッケー、じゃあ3投いくか。ちょっとやばい、危ねえ、ナイスだった。ちょっとね、ノーマルさすがに無理。これも無理じゃね。あ、やばい、打っちゃったということで、もう3投はね、無理です。ちょっと一回試しにウー選手でやってみるわ。これで成功したらおもろいな。おい、ストライク、無理です。どんな気持ち、ね、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 どんな気持ち。